なんとこの度お台場にあるデックス東京ビーチさんとのコラボが決まったんですって。デックス東京ビーチ？有名なショッピングモールですよ。おお、すごいじゃないか。どんな内容なんだ？じゃあこれから僕がそのコラボの詳細情報をお伝えしますけど、もしかしたら事務的で退屈しちゃう人もいるかもしれないんで、指令はその内容を受けてなんかのエピソードトークを披露してくださいね。ん？エピソードトーク？もちろんそろそろ限界だなと思ったら次の情報いきますんで。よし、自信はないがやってみよう。いきますよ。デックス東京ビーチさんとのコラボ期間は4月29日から5月17日まで。館内では司令と僕がアナウンスを務めてますよ。そしてデックス広場には初代コンボイの立像と旧トランスフォーマーのバンブルビーの立像が登場します。はい、司令どうぞ。立像だろ、立像といえば、私が昔鎌倉に行った時にだな、あのかの有名な鎌倉大仏を見たんだが、あの後ろに回ってみると大仏の背中が開いていたんだ。私は自分に近いものを感じた。こんなんでいいのか？バンブルビー。バッチリです。バンブルビー。でも指令はもう中身ぎっちり詰まってると思いますけどね。4月29日から5月6日の期間は旧トランスフォーマーコラボ記念によるスタンプラリーも開催するんですって。抽選で豪華グッズも当たるらしいですよ。はい、スタンプラリーだろう。スタンプラリーな。あのそうだな、私とよく似た声の主である男が幼稚園の頃なんかスタンプラリーをやったらしいが、見当違いのところばかりを探していてなんかたどり着けなかったようだぞ。司令、それで大丈夫ですか？いや、ちょっとダメだな。ダメだ、やり直そう。そうだな、スタンプ。ああ、最近私の友人があれだ、パスポートを取って、おお、とある国へ行ったらしいんだ。なるほど。最初にやっぱりスタンプを押す場所というのは、やっぱりあのスタンプ押すページの1ページ目だと私は思っていたんだが、なんか贅沢に使われて4ページ目にいきなり真ん中にドンって押されてたんだ。初旅行で？やっぱそれはあの国のなんて言うんだろう、文化を感じた瞬間だったな。はあ、大雑把なんですかね。うん、おおらかだった。さらにデックス東京ビーチ内にある館内指定の飲食店で買い物すると、旧トランスフォーマーのイラストが描かれたコラボ限定コースターまでプレゼントしてるんですって。対象店舗は東京ジョイポリスも入ってますよ。さらに東京ジョイポリスでは5月6日まで旧トランスフォーマーグッズやトランスフォーマーグッズも販売。はい、そうだな、旧トランスフォーマーグッズだろう。私はあのいつかロックダウンかな、ロックダウンがあの私たちがあのあれだ、サービスエリアで話していた時に言っていた柔らかトランスフォーマー、あー、私たちをぬいぐるみにしたやつが基本的に欲しいな。ぬいぐるみなんですね、あれは。ぬいぐるみが指令的にはイメージがな、柔らかトランスフォーマーだから。我々やっぱりあのグッズになった時にやっぱりなんかなんだろう、プラスチックとか塩化ビニール型人形とか言うじゃないか。ぬいぐるみだ。じゃあ柔らかくて、トランスフォーマーはできないかもしれないけど、ギュッとすると癒されるやつだ。あー、いいじゃないですか。東京ジョイポリス内にあるディッピンドッツアイスクリームでは、なんと僕たち旧トランスフォーマーとのコラボメニューが発売されるそうですよ。メニューはラムネソーダ味のオプティマスプライムブルー、マンゴーソーダ味のバンブルビーマンゴー、ストロベリーソーダ味のロックダウンソーダ。はい、アイスクリームだろう。はい、アイス、私は常々思うんだ、ラクトアイスと、アイスなんとかとアイスクリームってあるじゃないか。あ、分類ですよね。分類だ、はいはいはい、そうみんなあれだ、あの私の友人はですな、ちょっとおかしなことになってしまったが、私の友人はな、ちっちゃい頃からずっとアイスクリームが食べたいと言っていたらしいんだが、なんだそのラクトアイスもアイスなんとかもちょっと今思い出せないが、それも全部アイスクリームだと思っていたんだ。あれちょっとなんだろうな、ちょっとテレビの弊害だな。嫌ですか？ん？嫌ですか？嫌っていうのはどういうことだ？そのアイスクリームじゃないやつだと嫌ですか？
いや食べたい時もあるんだぞラクトアイスを決してバカにしてるわけじゃないんだが、司令本当に大丈夫ですか。大丈夫だ。バンブルビー、バンブルビーはどうだ。たまには話をしようじゃないか。バンブルビー、僕はあれですね、外のジェラート屋さんのジェラートが一番好きです。バンブルビーはグルメ志向だな。それでは司令、最後にまとめの一言。この後すぐにまとめるのか。よし、まとめるぞ。あれだな、ここまでコラボするともはやあれだな、デックス東京ビーチというよりは、キュートランス東京フォーマーだな。え？キュートランス東京フォーマーだな、バンブルビー。皆さんのお越しをお待ちしてます。キュートランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎のブルーレイ &DVD のリリースが決定したぞ。特典盛りだくさんの中で今日紹介するのは今週のカットされた部分を含むアドリブパートロングバージョンだ。毎週金曜日に配信されている今週のカットされた部分を含む未公開アドリブパートをロングバージョンに再編集して収録、各3分程度を予定、全13話分もあるぞ。ちなみにここだけの話、もし5000万以上売れたら映画化の話まで持ち上がっているぞ。どういう内容にするかはいざ決まってから考えさせてくれ。オプティマス今日もオイルがすごいよ。購入店舗によっては第1話に登場したあのキャラクターのラバーストラップがついてくるぞ。ブルーレイ&DVD は3月6日から予約開始だ。